月のテンペスト冬の新曲会議どんどんパフ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 ことのちゃんもっとハキハキしないと。そうですわ、そんな風に恥ずかしがっていたらアイドルは務まりませんわよ。しょうがないでしょ、こんなタイトルコールなんて。だいたい話し合いをするだけなのに、なんでこんなことしなきゃいけないのよ。今度すずにゃんとウェブ番組に出るんだ。コーナーのタイトルコールを任されたので、その予行演習といったところですわね。それでね、せっかくならみんな練習しといてもいいんじゃないかなって。結構真面目な理由だったのね。それにしても月ストで作詞するというのは久しぶりですね。しかもクリスマスか、恋と花火とはまた全然違う雰囲気になりそうだよね。マネージャーも月ストならできると安心して任せてくださったのですし、ここは一発決めてやりますわよ。もうすずにゃんが燃えてる。深夜食べた新作のポテトチップス、そんなに美味しかったんだ。それはもう宿題が終わるまで先に食べるのを禁じられたポテトチップス、ほんのちょっとした隙をついて食べるスリルも相まって、えも言われぬ背徳の味がしましたわ。すずちゃん、さっき今のは何でもありませんわ。メイ、まったく巧妙な誘導はやめてくださいまし。巧妙だったかな。自分から一通り白状したわね。それじゃ、そろそろ始めよ。はーい。クリスマス曲を初披露するのは月下単独ライブの時だよね。しかも単独ライブはクリスマス当日、うってつけのタイミングですわね。いきなり詩を作ろうとしても、ある程度コンセプトが固まってないと進まないわよね。それなら、まずはクリスマスから連想するキーワードを上げていくのはどうでしょう。はいはい。クリスマスといえばクリスマス限定ドーナツ。メイらしいですわね。今年はどんなのが出るのかな、楽しみ。私はサンタのプレゼントといったところですわ。あー、かわいいね。何もらったの？その小さい時、朝目覚めたら枕元にクマのぬいぐるみが、それがとっても可愛くて、その思い出が今でも。って何を言わせてるんですの。自分から話したんじゃない。私は大掃除でしょうか。毎年つい気合が入って少し早めにやりがちなんです。さきちゃんの大掃除、ピカピカになりそう。家族からは、サキが本気で掃除すると家に鏡が増えると言われますね。サキが磨けば鏡が増える、新しいことわざみたいになってますわよ。私はやっぱり琴乃ちゃんの誕生日かな。渚、別にそれは。確かにそうですね。クリスマスに誕生日を迎えるメンバーがいる月ストがクリスマス曲を作る、ぴったりじゃん。それならさ、曲の中で琴乃ちゃんの誕生日もお祝いしちゃおうよ。それはさすがに。あくまで基本はクリスマス曲で、誕生日を祝う歌詞を時折混ぜるくらいであれば問題ないと思いますよ。曲を盛り上げるスパイスといったイメージですわね。これは作詞能力が試されますわ。そうそう、それにライブはクリスマス当日でしょ。むしろ誕生日の要素を入れないと不自然だって。ふっふっふ、琴乃ちゃん観念するのだ。分かったわよ。それじゃあクリスマスかける琴乃ちゃんの誕生日をイメージしながら。最初はこんなテーマで大丈夫かと思ったけど、どうにか。私撮影があるからそろそろ出ないと。そしたらあとは私たちで話し合っておくね。何かいいアイデアが出たら教えて。任せてください。いってらっしゃい。
琴乃ちゃんが廊下の角を曲がりました。戻ってくる気配はありませんね。咲ちゃん、確認ありがとう。それでは琴乃ちゃん誕生日サプライズの秘密会議を始めます。それではまず現状決まっていることや話し合うべきことをまとめた資料をお配りしますね。いつの間にこんなものを。咲ちゃん、さすが。クリスマス当日にライブをして、その後は私たち5人でクリスマスパーティー。サプライズを入れるとすればライブ中、それにパーティーの時でしょうか。クリスマス曲の作詞に加えて、いくつも琴乃を喜ばせる仕掛けを作るだなんて、燃えますわね。琴乃ちゃん喜んでくれるといいな。楽しみ。琴乃ちゃん待っててね。なぎさちゃんがすごい顔で笑ってる。不敵というか悪巧みをしているようにも見えますね。あんまり人前で見せない方が良さそうな笑い方ですわね。